できたな。完成。カレーうどんできました。うまそうでしょ。ね、かまぼこが入ってね。なんかお蕎麦屋さんのカレーうどんって感じだよね。さあ、じゃあいただいてみましょうね。ラーメンはよく食べるけどね、カレーうどんはあんまり食べないんで。でもこれ結構人気なんだよね。いただきます。うん、うまい。おー、カレーうどんだ、カレーうどん。この湯気たまんないね。絹さやなんかやるといいね。なんか、うまい。ネギ焼くと甘くなるって言うんだよね。いいね。わかるわかるわかる。インスタントでも具材入れると全然別物。うちで使ってるこれ、あのネルドリップコーヒー用のフィルターなんですけど、これってねすごいんですよね。こう見るかな、こう毛羽立ってんですよね。こっち側は、内側はね、外側は普通の布になってるんですけども、でこれどうするかっていうと、まあこういう感じでこうスーッと取れるんですよ。でこれをフィルターとしてこの中に豆を入れて、お湯を注いでコーヒーを入れるってやつなんですけど、これをちょっとね、別の使い方してみようかなと思います。あのサイフォンコーヒーってあるでしょ。サイフォンコーヒーってこうなってんだよね。こうなんていうんだろう、下にサイフォンがあって、で中でお湯を沸かすと上のねフラスコからお湯が上がってきて、でこの中に豆が入ってると。で、ぐつ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 煮たものを火を下ろすと圧力で、フィルターを通って、コーヒーができてくると、こういうシステムなんだよね、サイフォンっていうのは。だから
例えば表でサイフォンコーヒーみたいな味のコーヒーを飲みたいなと思ったら、鍋でね、コーヒーを沸かしちゃえばいいのかなと思ってね。理屈はね、一緒なんだよね。鍋でね、このコーヒー豆を、入れて、鍋でお湯を沸かして、コーヒー豆を煮て、で、煮たコーヒー豆を、これと同じフィルターだと思うんだよね、多分。こういう毛がね、毛羽立った感じのフィルターだと思うんで、これで煮立ったコーヒーをここでこして出てきたものがサイフォンコーヒーと原理は一緒だと思うんだけど、まあ圧力がかかってるかかかってないかだけの違い、うん、だと思うんですけど、今日ねちょっとそれ実際にやって飲んでみようかなと思います。今日はね 200cc、さあ沸いてきたんでね、コーヒー入れちゃいます。もういいかな、一煮立ちでいいんだよね。一煮立ちしたコーヒーをネルドリップの中に入れます。即席サイフォンコーヒーの出来上がりね。じゃあちょっと飲んでみようと思います。いただきます。おー、うまい。たまにシェラカップで飲んでも美味しいね。なんかほんとサイフォンで入れたコーヒーみたいな味するな。これ便利でいいな。これ確かね安かったんだよな。これ自体はね、このフィルターが5、600円だったかな。でハンドルも確か5、600円、1000円もあれば買えると思うんですよね。ただこれ本当はね、お店の人に忘れると濡らしてなんかタッパーかなんかに入れてしまっといてくださいなんて言われたんですけどね、めんどくさいんでやってないですけど。うまい。この毛があれなんだね、あの雑味やね、油分、余計な油分をあの取り除いてくれるみたい。うまいコーヒー。下手なね、フィルターでドリップするコーヒーよりうまいかも。